こんにちは、トミーです。今日は私がモデルを務めさせていただいた四天の AW のアイテムを使って秋のお出かけコーデをテーマ別に6コーデご紹介したいと思います。四天は、ロゴの、ね、バッグが有名だと思うんですけど、アパレルもすごいたくさん可愛いアイテムがあるので、ぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。ゆちさんと久しぶりにお出かけしています。朝も楽しい。やっと涼しくなったからゆちゃんが嬉しそう。ゆちさん楽しい。かわいい。秋になって涼しくなったのでちちゃさんが嬉しそう。1コーデ目はお散歩コーデです。ツーウェイで着れる白いオーバーサイズのアウターをメインにコーデを組みました。このアウター中綿が入っていて軽いけどめちゃくちゃ暖かいんです。これからの時期に重宝しそうですね。太めの淡いデニムとの相性が良くてお気に入りです。赤ニットを着たのでカーキのバッグを合わせました。チェチャのリードともリンクしてますね。そして一番のお気に入りポイントは袖が外せてベストにもなるんです。かわいい。赤いアームウォーマーをつけました。冬が楽しみ。コーデ目はドライブコーデです。この1枚で主役の柄ニットと古着をイメージして作られたダックパンツを合わせました。このパンツミリタリー感もあってシルエットもめっちゃ可愛いんです。裾に紐がついているので履きやすくてブーツとの相性も良い。バッグはシルバーがしっくりきました。ニット1枚で着れる季節が来て嬉しいですね。このコーデを着て紅葉を見にドライブに行きたいです。続いてのコーデはお買い物コーデです。ボリュームたっぷりのマフラーを巻きました。この色味が可愛くないですか。鮮やかなブルーのシャキーニットカーディガンがポイント。ニットパンツを合わせて女性らしくコーデを考えました。このパンツはゆったりとしたシルエットで履き心地が最高なんです。ちゃちゃもあったかそう。4コーデ目はこちらです。旅行をテーマにコーデを組みました。このきれいめのロングコートがお気に入り。ハイネックのロングコートなのでスタイルアップにもなるし、くすみカラーのコートって意外と持ってなかったんですけどめちゃくちゃ可愛いですね。この白いパンツは中綿が入っていてめちゃあったかいです。最近は髪がすごく伸びたのでキャップがしっくりきます。この冬はこのコーデを着て韓国旅行に行きたいです。からカフェに、チャチャが入れるカフェに行ってきます。お腹が空いたのでね。チャチャでも行く。次はチャチャと一緒にカフェに来ました。ワンちゃんも入れるカフェでマネージャーさんと一緒にランチをします。これもよそ。チャチャさんと一緒にカフェに来ました。隣のテーブルにもワンちゃんがいて、チャチャは興味津々。ガパオライスを頼みました。おいしそう。いただきます。ダメだ、もうこのまま行くしかない。かじっちゃおう。なんかあのお肉みたい、ジブリのさ。あ、確かに。
はカフェコーデをご紹介します。オーバーサイズのカーディガンにバラクラバを合わせました。寒くなるとバラクラバをつけたくなりますよね。黒のデニムに黄色のコンバースを履きました。ステンのロゴバッグもお気に入り。では最後のコーデです。このブラウンのパフコートをメインにデートコーデを考えました。ボリュームがあるデザインなのでバサッと着るのが可愛い。フードもついていて軽いんですけどめちゃくちゃあったかいんです。フロントにリボンがたくさんついていて垂らしてもいいし縛っても可愛いですね。髪はお団子にしたのでメガネを合わせました。このコーデを着てイルミネーションデートに行きたいです。はい、いかがだったでしょうか。ステンのアイテムを使って秋のお出かけコーデでした。小物とかはユニセックスなのでパートナーの方とかとシェアするのもいいかなって思いました。皆さんはどのコーデが気に入ったか、よければコメントで教えてください。概要欄に商品ページも貼っておくので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。